なんかさ、お母さんがさ、他のお母さんと仲良くしてると嬉しくなんない？あー、お母さんちゃんと馴染めてるかなみたいな。あーね。でもうちママ、ママ友いなかったからわかんない。お母さんに対する皮肉か。いや、いやでもうちのお母さんもそんな喋ってるイメージないな、中学生の頃。うん、なんかなかったんだよな。なーい、なんかクリーピーうちらの方がみんな感じだったそれ難しくね。絶対コメントは「ビッチすぎ」って書かれる。ん？え？コメントビッチすぎって書かれる。もう誰だろうな。え？みんな否定してよそこ。いや、誰だろうな。否定できないっすよ。コメントビッチすぎは絶対。頼む。高木のかっこいいとこ見てみたい。これちょっと何してんのお前お何してんだお前、早く逃げろそっからお前。引っかかってる。逃げませんよ。せめて回復使えよお前。いや今使ったらやばい。おいこいつ俺の紫ポンプ持ってるからな。あおお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 お誰か早く撃ってよねな、ここ撃ってってヌメも早くしろ。おいおい、俺が殺されんだろ。は俺が殺されんだろ。早くここいるから。ぶち切りやん、タクイさん。入学式始まっちゃうよ。確かに。あ、入学式いつなの？俺もあと3日ぐらいなの。あ、そっか。俺あんま行きたいんですけどね。いや、行けや。入学式行けや。決めなさいよ。聞きなさいよ。まず、俺の学校、全日と通信がくっついてるんですよね。入学式は全日の学校で同じところで入学式。はい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 。全日の人は制服っつう。通信私服。あ、私服。あ、バレバレってこと。しかも、9割の人が来ません。え？もう行ったくなくないですか？行かないんだ。だから、要は、どういう現象が起こるかっていうと、9割が来ないんで、まあ、多くて数人ぐらいしかいないと思うんですよね。で、その状態で私服だと、バカみたいに悪目立ちするんですよ。まあ、そうだな。やばいなと思って、今ちょっとね、やめようっていう案が出てます、俺の中で。行きたくなくないですか、ショーン。いやー、それはそれも微妙じゃないですか。うん、わかる。なんかそれで、ちょうど協定で、協定で話してみたんですけど、ねえかってやって、そういう話を進めてる途中なんでね。その可能性ね。やべ。ガチでラグ、130ピング。俺、アメリカ人じゃねえよ。お、すごい、うまい。うまい。おー、あと1個。やばー、めちゃくちゃうまいやん。ナイス、うまっ。いや、時差見てなかった。キルログは見たからね。めちゃくちゃ時差あった。いや、うまいだろ、そんな。3人いたよな、今。4人ですね。いや、思ってるだろ。3人いたよな、話してんだよ。情報は完全に間違ってる。4人なんですよね。今、ご飯受け取ってたんだよ。お、やる気あります。やる気あるって、お前、ご飯は。あまだ今活動中ですよ。何かいます？なんで活動中？いや、ご飯あんま食ってねえよ、言っとくけど。来てもちょいちょい食ったり、まあ大体活動終わりに全部食う。おー、てか、あらあら、ラグすぎ、ラグすぎ。おー、やばいよこれ。入学祝いにお母さんに海鮮買ってもらった方がいいんや。おー、あれ、あら、引っ越すんじゃなかったっけ、なんかツイッターで言ってなかった。え、引っ越すの？あ、引っ越さないですよ。ここが引っ越ないんですよ。めっちゃ適当言ってるやんけ。あ、いやでも本当にワンチャン引っ越すかもしれない。え、どっちお前。海鮮4月の後半で一回改善してこいんですよ、マンションが。あ、それで良くなるかもしれないってことね。良くなるかもしれないけど、良くなかったらワンチャンあるかもしれない。引っ越しを考えると。それを考えてくる親は意味わからないよね、本当。え、あ、ペガサスのために引っ越ししてくれるってこと？いや、かもしれない。お前、お前、自由すぎだろ。ペガサスの親を見習ってほしいです。やべ。お前も来いよ。ん？お前も。シティボーイになろうぜ。シティボーイ。お前も。シティボーイにならないか。俺からしたらペガサスも結構シティボーイだけどな。でも俺シティボーイやんね。確かに。田舎民からしたらシティボーイ。お
うわぁ、マイク、サボっ、毎回反応同じやの。うわぁ、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 俺はね、学校の人にバレてるってのが非常にね、マジでこう、炎上できねえなとも思いましたし、あー、確かにやばくないですか、だって、なんかめちゃくちゃやばいこととかで炎上したりとかしてる、全員にバレてるような、俺が核人間だってことが、俺の CI 全員にバレてる、バレるってことで、そっから地位と名誉をこう元に戻すのは至難の技なんで、もう俺は今日からひたすらいい人いい人、はい、でもお前とタモさんは絶対俺のこの手で炎上させる。何だねお前、足引っ張ってくんじゃねえお前っていう事実を俺らが呼吸してお前炎上させる大概し赤木はいつも俺たちが隙を見せたら包丁ぶさそうとしてくるんで、早めに俺らがこいつのちょっと首根っこ刺しといた方がいいんですよ。ああね、絶対炎上させる。俺も一緒に書いとくわ。じゃあタモさんはにクリームを送ってましたって書くわ。何それ。タモさんに美肌クリームを送ってましたって。何やそれ。送ってねえよバカがよ。こんな作って変な話じゃねえ。タモさんがそう黙ってたから。黙ってる無言の時間がなんかあったから。いやちゃんとあの高木の喋りを待ってたんだよこっちは。ああ。なるほど。ああ。いじめるしタモさん。だから。それマジで勘違いするから出すなって毎週やるやんそれやめとけやお前めっちゃ面白い勘違いされるからなマジで。こういうの動画で使いてーマジ動画で使ったらもっと動画思うってなるねえ。もうピーでもピーピーピー使ってくださいタモさん。ピーだよ当たり前に。ここは使ったらヤバいだろ。キラキラネームね。俺はねキラキラネームの子供は頭が悪いっていう、あ、キラキラの子供は頭が悪いじゃない。キラキラネームをつけてる俺は頭が悪いっていうこの話あるんですか。あのひろゆきさんの意見。あ、ひろゆき、そのね、本当にあその通りだなというふうに思う。マジでその通り。なんかかわいそうよな。あね、例えば極端なピカチュウとかね、いろいろ。俺も言ったらそのなキラキラネームに近いやつ。いやでも大丈夫よ。いい方の名前だから。名前キラキラしてる感じね。感じ方違うわけでさ、割と判断しにくい位置に俺の名前はない。いや、私は思わないから。なんかもっとさ、なんかさ、当て字でやばいさ。いや、あれ、ヤクザみたいだよね。だからそのさ、わとかさ、だからそういうことなんよ。絶対に違うなって思うじゃん、正直。だってさ、今まで YouTube に、その、わっ前でやってたけど、普通に例えばじゃあ、たけしとかいう名前で YouTube やったら、お前それ、わっだろとか言われるじゃないですか、絶対に。わっほとんど言われたことないと思う。確かに。だからそれだけ、もう、絶対に違うだろうって一般常識から見て。そんな名前が本名なわけないって思われてるっていう時点でキラキラネームですよね。キラキラネームだと、まあ、さっきの話に戻るんですけど、トモさんのせいで大お母さんは学校で浮いてましたからね。えちょっと待って、ちょっと待って、なんでトモさんのせいだ。えモンスターペアレンツとやらの間で俺のお母さんは浮いてましたからね。え、なんであの子は YouTube やっててなんか日常的に汚い発言をしてるし、なんか YouTube でも何してるか分かんないから関わらないでって言われてたんですよ。そうなったらまあ親とも関わりたくないじゃないですか。だからトモさんのせいで俺のお母さんは浮いてました。いや、ちょっと待って、やばくね。やましたやばい発言してるのは高木で、俺は普通に高木と一緒にゲームしてるだけだからな。ちょっとけど山下が浮いてました。卒業式全部言うな。卒業式の後の午後の食事会の時もみんなお母さんまとまってご飯食べてるんですけど、俺のお母さん一人でお茶飲んでました。ちょっと待って、あれ鴨尾さんのせいで。えぐいえぐいえぐい。お前もう人が好きかもしれない。だから何してんだよ。卒業式でみんなで舞台に上がって、うん、ひな壇、ひな壇に上がって、あたりを見渡せる体勢、体勢になって映ってるんですよ。うん、その時お母さんたちはお茶を飲んだりするんですよ、俺らを見ながら。うん、お母さん一人だけ。もう俺が一人で旅立ちの日に歌ってお母さん見てると、もうお母さん一人でずっとお茶飲んでて、楽しくなったな、あれ。めっちゃ楽しかったな、あれ。見返せ、そんなの。でもタモさんのせいですよ。なんで？